私たちのカラー、路線ですね。これを決定するためにあなたにまず決めてほしいことがあります。私たちのセンターです。失礼します。マネージャー、ガスが出ないんだ。コンロを回してるんだけど。元栓をひねってください。それから次から人に聞く前にスマホで検索して、恋愛相談から税金関係まである程度の問題はそれで解決します。そんな言い方しなくたっていいだろ。実家出るの初めてなんだから。私も初めてですし、マネージャーに至ってはご実家住まいです。七瀬さんはちょっと甘やかされすぎじゃないですか。年上らしくちゃんとしてくださいよ。イオリが困ることあったって助けてやらないからな。失礼しました。可愛い人だな。何でもありません。お話の続きですが、センター次第で当座の私たちの路線が決まります。例えば四葉さんならダンスメイン、六谷さんならビジュアルメイン、二階堂さんなら表現力メイン。大阪さんはオールラウンダーなので、どんなカラーでもジョーカー的に配置できます。兄さんの場合はエネルギッシュさ、元気さ。私がセンターの場合はそつなく収まるでしょうが、ややおとなしすぎるかもしれませんね。マネージャーのイメージはどのカラーに近いですか？では、答えは一つですね。俺がセンター俺がいいんじゃないか。頑張れよ。お前の歌のうまさはみんな認めてるし。やったな、リク。コングラチュレーション、リク、センターおめでとうです。で、仁義なきセンター争いはいつ始まりますか？喧嘩すんの？特に意義はないよね。
おー、皆さん、ベジタリアンです。草食系ってか。俺がみんなのセンター。そんな緊張しないで、リク君ならできるよ。頑張って。頑張れセンター。頑張れ。頑張ってください。連呼されると胃に穴が開きそう。でもこんな風に認めてくれるなんて嬉しいよ。アイドリッシュセブンのセンター、七瀬陸、命がけで頑張ります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。俺たちアイドリッシュセブン、よろしくお願いします。リクのやつ、センターになったから気合が違うな。スタミナないのに最後まで全力で動いてましたもんね。やった、アンコールだって。やろうぜみんな。ってナギ、はい、レディ、私は寒い北の国から来ました。あなたのハートで温めてください。もうたこ焼き食ってんじゃねえ。踊ってる時からずっとこいつ目に入ってさ。うるせえ。ネギうまよ。うまそうなんだよって、うるせえ。兄さん、本音が。せっかくアンコールもらったのに。お前ら、今日は帰ったらミーティングだからな。